地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえトゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに僕らアンドロイドは創造したる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。こちら随行支援ユニットボッド042、操作主権は 2B にセットされている。こちら随行支援ユニットポッド153、操作主権は 9S にセットされている。要請、戦闘データの交換。承認。提案、効率化のために諸データの交換を随時行うこと。承認、効率化のために諸データの交換を随時行う。以上。機械は見つけました。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。宝物の形はみんな違いました。何？こいつら。私の機械生命体、記録にありません。
敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビアンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。ハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。
行け。助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。